はい、皆さんこんにちは、スピです。よろしいです。今日もご視聴くださいました。本当にありがとうございます。はい、久しぶり2人で、本当だね、ですけどもですね、今日はなんだっけ、山水がね、はい、今いっぱい流れてきてるので、もうそこをちょっと見に行こうかなと思ってます。なちこたない動画です。昨日その前大雨が結構降っててね、はい、線状降水帯ですかね、うんうん、あれがずっと頻発してますね最近ね、はい、それの影響で、はい、山水がですねずっとジャッパンジャッパン、私が整備した排水溝沿いにね沿って流れてきてます。その様子をちょっと上まで見に行こうかなと思ってますので、まあ箸休めに、はい、作業の箸休めにね、はい、ちょっと、まあ、はい、ご視聴いただければと思いますので、はい、まあ最後までよかったらお付き合いください。行ってみましょう。はい、音が聞こえますかね。ジャバンジャバンって言ってると思うんですけど、これ排水溝からこうずーっと流れてきたやつね。それがここに集まってきてます。見えますかね、中が。すごい綺麗な水がね、ちょっと少なくなったな、最後。あ、本当、うん、あ、こっちがね、まだちょっと詰まっちゃう感じやから、なんかこちら側からね、流れていってる状態です。中はまだ、こちらにね、ちょっと近づけないと見えないかな。今のところがですね、これから登っていく排水溝沿いのところ、ずっと流れてきてます。じゃあ上に行ってみましょうかね。あまり落としないね。本当だね。まあ、あそこはね、あのカクンって曲がってるところに水がぶつかってるんだよね。草だらけじゃん。草が伸びてんじゃん。また再生だけが出てきてる。本当だな。でもちょっと勢いが収まったかな。ね、少しね。生えてきてないね。ね、たこれ切ったら次そんなないかなぐらい。うんうん、だって雨の後すごかったもんね。そうだね、ほんと1週間もせんうちに。あと奥だね、あと奥がちょっと伸びてるから、うん、確かにね。斜面は綺麗になったね。すごいじゃん、よく借り切ったね。うん、しんどかったよ。ほら、来た。あー、綺麗。ここ水が溜まってる。あ、本当だ。すごいよ、ほら。本当や。あっちから流れてきるね。そうやね。どっからだろう。まあ山の奥にちょっと行ってみましょうか。昔の旧歩道を。すげえ。ここまで水が溜まってるからね。いや。すごいよ、ね。どんどん流れてきるもんね。はい、じゃあ山行きましょう。はい。よし、行きましょう。はい、ちょっとラブだ。大丈夫なのこれ。すごい。これすごい。あ、すごい溜まってる。どうした。水溜まりや。獣道がある。こっち下がりそうだけどね。そうね。ああ、もう飲みまくってんだ。うわ、すごっ。すごっ。きれいな水が。すごい。あ、小川ができてんじゃん。ね。あ、ちょっと飲んでたな。ちょっと今日は、ズームができないから。すごいね。すごっ。ちょうどね、この辺りからこう流れてきてる。流れがある。キラキラ見えるかな。本当山全体を川みたいに下ってきてるって感じ。あれとあらゆる小道がちょうど光がこう入ってるところがあれかな、水の流れがある。すげえ、こんなのってんだ。おー、
ですね。こっちには来たことあるの、動画で。うん、あの以前湧き水を観察してみた。ああ、来たんだね。ここを綺麗に来たね。そうそうそう、草が生えてる。昔だからここ港奥さんだろうね。昔っても50年以上前やろうけど、うん、まあまあね、うん、滝みたいですね。滝みたいな。あ、本当だ、すごい大きな川が流れてる。見えるかな。うわうわ、めちゃくちゃ綺麗な川が分かりましたね。めっちゃ綺麗ですよ、本当。すげえ。なんか水の音が力強くなってきたね。ここだね、ほら上に上がると力がちょっといてるけど、島持ってくればよかったな。いるの？ここ昔の水を。いや、すごい、本当に山から流れてきてるね。降りるね、うん、獣道だね、うん。綺麗に滑った。スポンって滑った。おお、血が、くす、血がくす。おお、すげえ、ほんとやね。でしょ、ほら。話せよ、話せよ。ワンショットよって。そうなるのよ。おお、痛い。あそこから。すごい。到着。見えるかな。同じぐらいの量流れてる。ああ、そうだね。うん、だ。ね。先のあたりからこのあたりですね。流れがある。ここのこの山の斜面全体をいろんな水脈がこう走ってるような。うん、おお、こうやって流れてきてんだ。うちのここまでこの山水が全部流れてる。この斜面をずっと流れちゃった。あー、すげー、おー、すごい勢いがある。冷たいね、やっぱ ね。気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。勢いもすごいね。水量があるわ。雨じゃないときはもうほぼですね。ないよね、はい、もう本当山に溜まってたやつが溢れ出した分が出てるって感じなんだろうね。すごい気持ちいい。汗がキンキンするぐらいある。何なんだ、知らなかった。ここから来てるっていうのを知らなかった。電力パイプがあるんですよ。あ、本当だ。それはない。まあ、昔の。そう。昔通してたやつ。うん。こっから引っ張って。あー、すごいね。相当山やけどね。すごい山の中まで。電力パイプがずっと。すごいね、昔の人たちってね。本当ここが綺麗に整備されてれば子供たち遊ばせるのにね、っていうぐらい綺麗やわ。よし、帰ろうかね。うん、昔さ、
地震があってさ、あのもう土砂崩れとかで寸断されてよ、こうまあ言うたらこういう田舎の村みたいなところがよ孤立してたんだって。ほんで一時してから救援隊が行ったら、そこの人たちだけであのこういう湧き水からねパイプ引っ張ってねちゃんと生活できてたらしいよ。はい、ということで、はい、行ってきましたけども、すごい ね、山全体がほんと川って感じになってた。だからほんと、ね、帰りながら話しちゃったけど、あの排水溝整備してなかったらうち毎回浸水してる ね、多分あの水でね。それがちゃんとあそこに集約されてこうやって流れてきてるってことでしょ。でも前はね、なんかうちの父親のその前の世代はなんか、あの今道路があるじゃん、あっちの方にこう通り道があったらしいじゃん、あ旧道ってこと、旧道にあるのかな、そっちを水が通ってたらしいから、まあ、こっちまで来ることはなかったんだって。あ、そうなんや、うん、おばあちゃんがほら家の裏で、あれはね多分その塩ビパイプで山から引っ張って、うん、そうそう、ずっと水が出てる、ジャバジャバジャバって、そこでずっとあの洗濯行った、ずっとなんか洗って、あとどっかあっちのね道路でもね雨がすごい出て、水がすごい出た時があったね、そこでもずっと、だから水はたっぷりで、そうそうこの辺はね、怖いちょっちゃろね。いや、ありがとうございました。なかなか行くことないからね。あの場所についてはですね、ここではあんまり言えません。あの質問いただいてもどのあたりですかって言われてもお答えできませんので、それはあのご了承ください。はい、まあ、昔のね、湧き水やからね。そうそうそう。もうそこだけ。でも日頃は出てないから。そうだね。うんうん、雨が降った時だけ。そう、大雨が降った時だけしか出ないから、うんうんうん、基本出てない。まあ、そんな感じで。ね、ちょっと雨がまたしばらく続きそうなので、あの水害なんかね皆さんも十分気をつけて作業されてください。はい、ということで今日は山水をねちょろっと見に行ってきました、はい、最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。